11月26日はアメリカではサンクスギビングデイ、感謝祭という祝日でした。我が家は定番メニューを用意してお祝いします。今から調理前の七面鳥が登場しますのでご注意ください。前日の夜に七面鳥の準備をしておきます。とても重いので夫がスーパーで買ってきてくれました。七面鳥ではなくチキンの丸焼きをされる家庭も多いそうです。今年が私にとって初めての感謝祭。本来は家族や友人たちと集まる祝日です。お料理も分担するそうですが、今年はコロナで誰とも集まれないので夫と二人で定番メニューをすべて手作りすることにしました。想像以上に手がかかったてんやわんやの我が家の一日に、よければお付き合いください。この日はお昼ご飯を控えて早めの感謝祭ディナーをいただきます。そのため朝食後は即調理に取り掛かりました。七面鳥の中に詰めるスタッフィングの準備から始めます。七面鳥は油分が多いのでお腹に詰めてしまうと油っこくなってしまいます。我が家ではそのため別に詰め物を作ります。油分の代わりにはイタリアンソーセージを使っています。二人で分担しながら作業をしていたのですが、使いづらく機能的とは程遠い台所でアクセクと働きました。もっと機能的で使いやすいキッチンが欲しいです。次に七面鳥焼くプレートでお野菜とハーブも一緒にオーブンに入れます。お肉から滴る肉汁を吸わせてグレービーソースにします。七面鳥はすべて夫に任せました。事前に背骨を切り取って後からスープに使います。今度は赤ワインとスパイスを使った大人のクランベリーソースを作ります。お肉にぴったりですが、意外とバニラアイスクリームにも合いそうなソースになりました。いろんなことを並行して行っていると、あっという間に時間が過ぎていきます。休む間もなく、感謝祭の定番スイーツの一つ、パンプキンパイに取り掛かります。七面鳥と一緒に焼いてしまいます。七面鳥が焼き上がりました。想像以上に肉汁がたっぷりです。めちゃくちゃジューシー。ちなみにこの七面鳥は21ドルでした。普段はこのように1羽丸ごとは売っていません。売り切れてしまわないように数日前に購入しておきました。これから2人で何日もかけていただいていきます。今回映像にすることができなかったのですが、インゲン豆とマッシュルームのキャセロールも定番メニューの一つで、こちらもホワイトソースと絡めたらオーブンに放り込んで焼いていきます。この日はオーブンは常にフル稼働でした。スタッフィングも焼き上がりました。これだけでもものすごい量です。最後にグレービーソースに着手します。七面鳥の下に敷いていた野菜を炒め、チキンスープと少し煮て、こしたらルーと混ぜて出来上がりです。ここまで5時間かかりました。お料理をお隣さんにも差し入れして、頂戴したカリフォルニアワインとともにいただきます。お天気が良かったので、それぞれのポーチから一緒にお祝いしました。
I love it. 疲れが吹っ飛ぶ瞬間です。Bon appetito down there. この日だけはカロリー度外視。最後までご覧くださりありがとうございました。